それでは両チームのメンバーを紹介していきましょう。まずはホームのカターレ富山、スタメンの予想フォーメーション合わせてご覧いただいております。前節と同じメンバーです。ゴールキーパーは西部、3バックになります八木下、今瀬、戸根、アンカーの位置に姫野、そしてウィングバック右音泉、左が安藤、2列目椎名と花井。花井は前節終盤足を痛めていましたけれども、今節スタメンで起用されています。ツートップは吉平と大野です。一方アウェーバンダーレ八戸です。こちらはメンバーを少し変えてきました。スタメン予想フォーメーションでご覧いただいています。こちらも3バックになります。ゴールキーパーは横山、ディフェンスは今日は伊勢が起用されています。伊勢、近石、小林、アンカーの位置に坪井、ウイングバックは右が相田、そして左が黒石、2列目中村、そして前澤と起用されて、2トップは上方と島田。八戸がボールを支配している時間が長くなっています。立ち上がり、ここはしかし富山奪い取って、いやいや、ここはチャンスを作る。ミドルからハットいきますが、しかしシュートコースは塞いでいる。もう一度打ってきた。最後は中村太一、ここはつながった花井、左サイドシュート、新戦力安藤のシュートでした。花井が蹴ります。ショートコーナー使ってきた、中にボールを入れる姫野、ニアサイド、花井もう一度行く、 PK になります。受けるのは吉平、キーパーは横山、決めてきました。カターレ富山先制です。姫野から右サイド、新戦力から新戦力、音泉左足、もう一回、2点目が入りました。カターレ大野、音泉、このシュートがまずは強烈でした。キーパー弾いて、そこに大野がいました。前澤前を向く、ドリブルで持ち込んで前線にボールを入れてきた岡、シュートここから打ってきた。中村一旦下げる、高い位置に選手を置いています。八戸ドリブルで中入れてきた、シュートは西部のナイスセーブです。最後はシュートを選択しました丹羽、先ほどシュートを放った丹羽がコーナーキックも蹴ります。右足ファーサイド流れていった、どうだこれは、入っているか、入っています。最後押し込んだのは、得点は近い石の得点ということになります。体を張って守っています。ここで試合終了、富山逃げ切りました。開幕2連勝です。八戸はよく追い上げましたが追いつくことはできませんでした。